こんにちは。はい、こんにちは。ジョイサーフチャンネルのこまりです。はい、カメラマンの串黒大魔神です。おはようございます。おはようございます。はい、こまりさん、手首はどうでしょうか。ちょっと治りかけです。治りかけです。はい、はい、今回の動画はどんな感じでしょうか。今回は、ちょっと手首もまだ治ってないこともあって、うん、あとはたくさんフォロワーさんからアドバイスをもらったので、はい、千葉県の千葉北の千葉北、はい、佐久田に行ってきました。はい、佐久田海岸に初めて、はい、ね、行って、はい、波はどうでしたか。波はやっぱりなんか大きくて、大きかったね。コンディションなのかな、ちょっと大きい、わーと思いました。わーって思いました。ダンパーだったしね。そうそう、確かにアウトのに出てればなんかこう楽しく乗ってる人いっぱいいたけど、うん、でも大きかったね。私たちはね、うん、いつもそんなインサイド番長だからね。そうそう、あんまりね、厳しかったよね。あと海流が強い。ああ、そうそうそう、流れね、うん、ね、足引っ張られてるみたいな感じあったもんね、うんうん、そんな感じかな、うん、手の調子はね、まだちょっと痛い、痛いということ で、 です。じゃあまたリハビリがてらスープ会ですよ。スープ会の練習動画となっております。はい、で今回はね、またまたおまさが一緒ということでね、はい、楽しみ、おまさファンの人も、ね、おまさファンをね、じゃあ、うん、楽しめる回かなと思います。楽しめる回かと思います。はい、じゃあ動画いきましょうか。はい、ではどうぞ。はい、どうぞ。後ろ気味にね、そうそう、そのぐらい、そのぐらい、あれ、降りない、OK。 おお、めっちゃ横に走ってる。いいじゃん、楽しそうじゃん。おっと
ここで馬佐選手が斜めを見計らって行く行く刺さってる決めていくけど刺さってるちょっと正直言っていい、うん、疲れた疲れた疲れた。どうコンディション。次来たぞ次。何をしてるんだよ。いやでもいいよこっちの方が最初からやればいいよ。どう？イチゴじゃない？トメイト。トメイト。え？キノコ。イチゴ。やば。え待ってジャム用って書いてある。もう相当甘いのかな。あ。いや、アスパラすごい安いんですけど。アスパラは入れようか。お箸入れる？溶けるよ。
てるよ。さすがですね、甘いもの好きは。ごちそうさまでした。はい、エンディングです。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。どうでしたか？スープでも結構ずっと遠浅なので、うん、スープでもかなり長くね、 50m とかね、結構ね、ね、湘南は結構すぐ終わっちゃうけどね。終わっちゃうけど、かなり長く乗ってね。かも人はあまり少なかったので。確かに ね、土日だったのにさ、少なくて人全然いなかったもんね。あまりそのぶつかっちゃうかもみたいなのは危険は一切なかったしね。確かに楽しく自由にできたね。やれたのは楽しかったなと。まあ、ただカレントが強すぎて足パンパンだもんね。そう、疲れたと思ってそんな感じです。はい、じゃあね、早く手首を直してね。あ、そう、手首がね、いつも通りサーフィンできるようにね、はい、頑張って、はい、行きましょう。はい、あとその手首がちょっとまだ痛いので、はい、これから少しの間、うん、金曜日週1回だけの投稿になるかもしれないです。はい、すいません、お願いします。サーフィン疲れて帰ってきたら、うん、でもお腹空いてるみたいな時に簡単に作れるお料理をご紹介できたらなと思います。いいと思います。はい、お酒のおつまみだったりね。そうそう、そういうのね、うん、簡単に作れてお腹いっぱい、うん、美味しい料理をね皆さんにご紹介しようと思うので思います。次回の動画お楽しみにしてください。お願いします。はい、お願いします。もしこの動画が面白いなと思っていただけた方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。はい、お願いします。では次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。バイバーイ。はい、バイバーイ。チャンネル登録してね。